そんなことすんなよ。いくらマグナゲートかだとはいえ、敵多いな。一回全部倒すんなら一回通路に行きたいけど、倒さないんだったら階段、あ、階段無理だな、この位置から。よし、全部倒すか。グラスミキサーちょっととりあえず育成だな。当たれ。まあ、この命中率に関しても、そう、使っていくしかないんだよな。そう、最初ちょっとね、命中率低めに設定されてるんだよ。成長の分があるから。その代わり成長させたらちょっと普通の通常の技より若干命中高くなるって考えたら、まあ割に合うのかもしれないけどね。最初は低いんだよな。俺にも、よし、神、黒い霧最強、怒り。もうちょいでグラスミキサーレベル上がるよ。ほい、よし、ついでに俺のレベルも上がります。デスマス、あ、進化できんの、塩何このダンジョンの中でし、戦いの中で成長していくシステム、すげえ楽しいそんなシステムあったんだ。おい、行くか。え、なんかいいな。え、なんかすげえワクワクするんだけど、ちょっと今までなんかマグナゲート批判しまくってたけど、いいとこあるじゃん、マグナゲート。すげえなんかワクワクするわ、ダンジョンの中で進化していくシステム。ちょっと拾うじゃねえ、もう拾えねえのに拾うコマンド押せるようにしとくなもうまたすぐ、またすぐさ、批判するわけなんだけど、うん、何、マナミエ、これ無理に使う必要ない。よし、何、復活、あー、いいね。でもなんかこの感じだと普通にクリアできそうな気するけどな。なんかいらないのある？ちょ、PB マックス多すぎだな。まあ、場所替え、健康、復活、整形し玉とかいらんわ。三つ節ね、いらね。移動するか。ちょっとなんか進化もできたし、ってことは30何レベルとかで進化なのかな。またジャローダに、いいね。ちょ、もうどんどん攻撃していこうぜ。もっと敵来てほしいんだけど、うん、ちょ、敵狩るべ、暇だしあの、お腹もめっちゃ余裕あるしさ、敵来ねえな。めっちゃ今足踏みできてる、これ53でしょ。足踏みができてるか。敵来ねえ。なんだこれ。なんかバグってんのかな。あれ狭いな、ここ。やけに。ちょ、敵もっと来いよ。暇なんだからさ、狩らせてくれ、俺に。うん、あー、怖い。あ、全然効かねえわ。全然効かねえ。ちょっとお腹あんま、今すげえ空いてるからさ、全部寝てやがる。この頑丈が結構危険だな。やってほしくない、本当に。技の連動もちょっと上げたいからさ、もうどんどんかかってきてくれよ、俺に。かかってきな。え、敵いる上か。あれ、いねえ。え、どこ、あ、いた、石妻。はい、かっこいいな。こいつなんて言うんだっけ。ジャローダじゃなくて、ジャノビーか。ジャノビーかっこいいな、普通に、見た目。じゃあ移動しましょうか。まあ、ちょっとあんま枯れなかったな。帰らずの地、B26 階。ちょっともうどんどん敵倒させてくれ、俺に。ほい。よし。3対1はでもきついな。ちょっと一回焦げ投げよう。うん。で、鶴の鞭。でも、基本技使いたいね。PP マックスもなんかびっくりするほどあるし。こいつまず倒す。ワープいいね。俺ワープの種大好きなんだよね。うん。やっぱりね、なんか敵に使うアイテムよりね、自分に使うアイテムの方が使いやすいんだよね、ポケダンって。うん。まあ、個人的な感想だけど。うん。ほい。もうさっさと食べて次の回行くべ。うん。ほい。ちょっとこの状態条件いるかな。1,2,3 ちょっと整理して。ももももチーコチーコ20回復できるから、あー、いるか。もう全部食べちゃうか。
もうなんか道具欄いっぱいだし、おい、いいね。回復できるよね。回復できない、ちょっと足りなくね。足りるか。癒しの種もあるしね。よし、ちょっと最大値上げましょう。4しか上がんねえの、これきついな。結構1個200円なんだぜ。いや、大きなにもいっぱいあるから食べよう。ほら、復活の種もこんな拾ってんだぜ。これ勝てるでしょ、さすがに今回は。もう1個食べよう。もっと食べておくね、うん、大きなリンゴ2つあればいいよ、100回復するんだし。ほい、よし、行くか、進みましょう。ちょっと調子乗りすぎかもしんないけど、うん、でも今のところそんなに危険な歪み、どんな、うん、一種類何が出るんだ、タツベなんか来てるね、下から。あ、なんか来てるってか、タツベしかいないんだった。一種類って言われてんのに何が来てるんだろうってちょっとドキドキしちゃった、うん、よし、何今何拾った、まあいいや、何でもいい。とりあえずカバンに入っといてくれれば、あとでなんか適当に使うわ。よし、何来た、あ、違う、タツベしか来ないんだった。いいね、復活の種美味しい、うん、これは美味しい。てか鶴の鞭パワーアップしたし、レベル5ね。グラスミキサーも鶴の鞭もレベル5ですね。これ美味しいぞ。もっと敵出てこねえかな、うん、もっと俺に敵を狩らせてくれ、もっと俺に敵を、あ、キラキラ、ちょっと、あー、命の種いいね。これも助かる。 HP 多い方が絶対クリアしやすいから。このゲーム、うん、このゲーム絶対 HP 高い方がいいから。もう確定数変わるからね。命そのものと言っても過言ではない、まあ、命そのものっていうか命なんだけど、命の種だし。タツベ、タツベそんな危険じゃないからさ、これちょっと勝ってもいいぞ。通路が長いんだよ。いいこれ。いいねー。しょ、これ。マジでクリアできるぞ、これ、普通に。一発クリアできそう。うん、いいのか、俺にこんなに復活の種をやって。俺にこんなに復活の種与えて大丈夫か、なんか、清らかな森が、清らかな森が、笑ってるぞ、あいつ。体当たり最強にしとくべ、うん、今のうちに。レベル5だし、うん、レベル4か今、うん、たなんかこれ広いとさ敵も全然出てこねえんだよな。いっぱい来た。体当たりも使ってこ、強っ。体当たり一撃かよ、強えな。ほい、決して痛くもねえし。進むか、行きましょう。ほい、体当たりがこんなに強いとは。敵多いね。敵が多いっていうか、なんかごちゃごちゃしてて見えねえ。チーム。シャワーズか。どうすっかな、ちょっと。この位置だと、あのど、あ、でも弾拾っても使ってこねえか、敵は。よし。これ鶴の道だな、やっぱり。さすがに弱点ついた方がいい。つけるんなら。なんか距離感がつかめない。これなんだっけ、門面。うわ。ちょっと待って、距離感が全然つかめてね。うん、うわぁ、勝て。怖いな。そうか、こいつらも草タイプだから V ウェーブ乗ってるぞ。怖え。そう、なんか V ウェーブの怖いとこは、俺だけじゃないっていう。全然、草タイプだったら敵にも乗るから。それは危険ではある。なんかここすげえごちゃごちゃしてて見づれえな。瞬足。うん、まあ、大した危険じゃねえだろ、お前は。いたずら心やばいね。おい、当たんね。でも全然火力出ねえ。なんだかんだ言って、ポケダンってあれ、レベル依存だからね。麻痺して技が出せない。宿り気にはならないです。でも、なに踏ん張り、また出た出た出た。これ踏ん張るやつはこうやって倒さなきゃいけないから。ちょっと踏ん張りせこいわ。踏ん張りせこいわ。縛られの種。なんかアイテムには困んねえな。ちょっと待って、あのシャワーズ倒そう。ちょっと技使うに越したことはない。強っ。いいねー。え、これ正直楽勝なんじゃないか。楽勝なんじゃないか。行くか。なんか探索する必要もなさそう。ちょっと欲しいね、敵縛り玉。ちょっと待ってね、ピピマックス多すぎ。光の玉使おうか。広っ。広っ。
とんでもなく、これがねマグナゲートの怖いところ。一撃玉とかいらなくない？これのに、まあ場所替え強度で言ったらちょっとあってもいいけど、リーフィアか、まあ普通に倒せるな。ちょ見づれえな。マップが広すぎてほとんど画面のすべてを占有してる感じがちょっとやばいわ。敵の位置が分かんのも多いし、もっとパワーアップ。踏ん張りか。よし、踏ん張りってどういうスキルなんだろうね。確率で多分発動してるんだろうけど、ちょっと危険だよな踏ん張り。よし進むか。あ、ひでってる。ひでりはなんだっけ、揚力素持ちが危険だから、下手に戦わない方がいいっていう話をバッチャから聞いた。バッチャから聞きました。弱っ。弱っ。あーでも効かねえな、ま。踏ん張りか。待ってこいよ。俺、角抜け技持ってないよね。普通に体当たりで倒すか。ほい。ん、なんか来た。リーフィアか、なんか揚力素、ないよね。なんか草タイプといえば、揚力素持ってそうで怖いっていう。よし。リンゴと、ちょっと待ってね。道具いっぱいあるなぁ。てか、窮地に陥んないからね、道具使うタイミングがないんだよね。階段見つけたら、ベトベタとか食べるか。ほい。いくらでも防御力下げろよ。勝てるから。水に乗りすぎかもしんない。連続攻撃だけ怖い。それ以外は特に今、このところ。うわぁ、なんかごちゃごちゃしてんな。ごちゃごちゃしてんな。ほい。攻撃外すのだけやめてくんない？本当に。それだけは絶対にやっちゃいけない。ちょっとやばい。やばいなぁ。ちょっとなんか、弾使うか。いっぱいあるし。縛り玉、しのぎ玉、爆星。爆星でいいや。ほい。は？リーフガード？何それ？リーフガードって何？なんだそりゃ！お前リーフガード、やばいな。特性で弾無効化で、あぶね。あぶね。あぶねすちゃんなんだけど。俺の身食べるか。いいね。ちょっとリーフィア怖えな。可愛いけどね。リーフィアすごい可愛いんだけど怖え。ちょ、やめて。よし。ちょっと今手助けでこいつら強くなったんじゃないの。あー、門面。角抜け。ここ角抜けじゃないよな、そもそも。はい。よし。ちょっと、今能力値下がってるからな。さっさと元に戻さねえとやべえぞ。はい。当たんないのはやめてくれよ。当たんないのは無理だわ、これがね。勝てん。はい。よし。結構敵多かったけど、倒せましたね、なんとか。どうすっかなー。でも道具多すぎるなー。ちょ、道具が多すぎる。邪悪な種とかいらなくね。なんかいちいち投げてる暇ないと思うんだけど。とりあえずこれはいらない。よし、行くか。うん、なんか、右下なんか落ちてるな。お金ね。結構お金持ち、あ、やべ。やべ。今のうかつだったわ。え、これ足踏みじゃ HP 回復しねえのこれ。なんてやばいな。全然効かねえ。さすが日照り、なんともないぜ。あれ、もうお前ら踏ん張りってなんだよ。俺にもスキルくれよ。お前らがスキル使うなら俺にもスキルくれよ。あれ、こう自然回復なし。なんかよくわかんねえけど、このフロア自然回復ねえぞ。マジかよ。なんやねんそれは。あ、違う、あれか、天候だからか。砂嵐とかあられ限定じゃなくて、天候が違ったらとりあえず自然回復がないんだったな、確か。マグナゲートって。そんな仕様だった気がするわ。よし、ちょっと。成長で積んで、重機関車で行こう。もうどんな敵にも負けねえ。てか、もうそろそろ PP なくなっちゃうからさ。無理やりにでも成長使いたいとこだよ。もうやめろ。どうせ効かねえから。罠見えの弾もいらないね。掘ってきなよ。よし。もう一発あげれる？よ
し、行くか。ゴローンの石。てかもう、これ以上装備いらなくね。正直俺強すぎてさ、もうこれ以上いらないんだけど。ヒビマックス。もう、道具が。ほい。お腹は回復しないよね、多分ね。ちょっと待って。階段見つけて。階段見つけたらちょっとベトベタ食べたいね。階段見つけるまで時間がかかりすぎて、ベトベタフードを食べるのを忘れるっていうね。どうすっかな、グラスミキサーかな。ほい。タイプ的にはあんま美味しくねえけど。能力値上げてるから何の技でも多分倒せるよ。うん、どうせなら全積みしてからで、強っ。鬼強なんだけど。あまあいいや。これの、上がってる分も下がっちゃうからね。よし。まあもう次の回いけるべ。よいしょ。ついになんか能力値下がってるマークがあると自分で上げてたの忘れていっちゃうっていうね。32回。うん。なんかあんま苦労しない感じするけどね。敵多いね。とりあえずグラスミキサーどんどん使っていくわ。あ、ヌオーさんいる。グラスミキサー強えなー。グラスミキサーのなんかちゃんと連動上げたら強くなってきた。もうすぐ移動しようぜ。もう即折りでいいよ、即折りで。うん。なんか BGM 変わった。沼地って感じか。うい。でも負けないでしょ。もう俺が強すぎる。なんか、道具的にも絶対負けないし。もういいよ、即折りで。見つけ次第折りよ。うん。罠も踏まねえし。罠も踏まねえしな。てこんなこと言ってたらね、見えてる罠踏んだりするんだよね。そんなこと言ってたら。ちょっと待って、敵かかってこいよ。骨がなさすぎるぜ。ただね、多分ね、こいつらザコいじゃん、今。なんだけど、多分いきなり強くなると思うんだよね。そう。なんかいきなり一撃死平気で当ててくるみたいなさ。なんかそういうことをしてくるやつがいっぱい来そう。食べよう。で、またベトベタフード食べるの忘れてたし。階段までが遠いからちょっと俺の記憶がなくなっちゃうんだよね、それまで。どこ？うわ、やられた。ちょっと怖えなぁ。やっちゃダメでしょう。見えない。マップが見えない。あ、てか俺には下画面があるんだった。ごめん。動画では多分上しか映してないけど、俺には下画面があるの忘れてたわ。そう。ごめんなさい、僕には 3DS の下画面がありました。そっち見ます。この、喋りのあれでさ、マップが見えないっていうね。マップの下の方がちょっと見えないのが難点ですね。これ、倒そう。いいね。進んでっか。もう敵いないぞ。34回。健康玉か。ああ、欲しいな。普通に欲しい。これ、とか。うん、どうすっかな。なんかでも。PP マックス多すぎるね。うん、PP マックス捨てるか。お前 PP マックス捨てるなんて前代未聞だぞ、マジで。来てるな。試合ダメ。勝ってこいよ。2匹連続で倒してるわ。当たんね。もうだってこれ防御力もバグってるしさ。負けんって。もういい。よいしょ、グラムスミキサーの能力も上げよう。食べるわ。あー、てかまたベトベタフード食べるの忘れてた。でも無理だよ、俺はベトベタフード食べねえ。俺はもうベトベタフード食べねえよ。ほい。いいね、レベルも上がるしな。え、これ本当に最難関なのか。このダンジョン本当に最難関なのかな。ちょっと煽ってからね、俺定期的に。でもさっき普通に俺発狂してたけどね。無限大ダンジョンはちょっとやっぱクソだわっつって。部屋がねえな。この広さがね、結構そのだるさに拍車をかけるんだよな。マップがとにかく広い。多分より不思議なダンジョン感を出したかったんだろうけどね。何やってんの、そう。なんだこいつ。はい。ん、
あ、え、え、お前だけ角抜け打ってきてたのかよ。卑怯すぎる。そんな、それはないぜ。おやすさん。フラフラか。俺が食べるのはねえよ。俺が食べるっていう選択肢はねえよ。弱かな。弱いらん。弱もお腹回復に使えるな。弱をお腹回復に使うっていうとんでもない決断だけど。なんか急にさ、リンゴが拾えなくなったりとかしそうで怖いよな。それだけなければいいんだけど。よし、行くか。おい。あ、店だ。でも罠抜け、ていうかこれだけ、罠見えだけあれば十分だな。あ、友達リボン売ってる。これ激レアだよ。何気に。買わないけど。別に買わないけどね。うん。うん、どうすかな、リンゴ今何個？リンゴあんまないね。うん、場所替え。PP マックスいらねえだろ、こんな。PP マックスこんないらねえだろ、俺。おい。後々でも食べて。あ、でも金がねえや。うん、復活の種、欲しいね。まあ、リンゴ食べるか。幸せの種めっちゃ欲しい。ほい。ちょっと待ってね。ほい。1200円。1600のところ1200になったのか。うん、いや、でも買えねえだろ。別に、売って金になるものとかないしな。特に。幸せの種食べたいけど、ちょっとここは遠慮しとくか。やべ、ヌオ2弱の種拾われた。行くか。ちょ、しゃ、泥棒。てかさっき引き寄せの玉売ってたよね。それ買っときゃよかった。いや、ここ角抜けするぜ。よし。来いよ。敵じゃねえな、お前ら。もうちょい骨のある。敵封じか。ちょっとあんま使い方がわかんないからいいや。ほい。もっと骨のある戦い方をしてこいよ。よし。こんなもんか？マグナゲートの実力は、降りよ。もう即降りでいいだろ。アイテムも揃ってるし。レベルも大丈夫っぽいし。瞬速か。一応拾っとく？あー、てかまたベトベタ食ってない。もう食べよう。めんどくせえ。もういいわ。変な能力になってもいい、もう。だって勝てるもん。周りが見えなくなった。うん。でも、マップは見えてるからね。あ、進めないってことはなんかいるね。おい。当たんね。うん。ちょ、グラスミキサー未だに命中高くねえのか。かなり命中上がってるはずなんだけどな。パワー上がってるから。うん。来いよ。AI いいかと思ったらそんな良くねえのな。うん、ちょ、食べよう。ちょ、怖いのお腹だけかな。お腹はちょっと危険な気がするけど。うん、よし、行くか。車湯？うわ、やば。ちょっと待って。やばい、こいつ。ちょ、やられた。なんてこいつやばくない。こいつやばくないですか。え、大丈夫、勝ってんの。これ4分の1だからね、今まで。何気に。え、何、今死ななかったのこいつ。ちょっと待って、車湯やば。これ復活の種速攻で消費するぞ、こんなことしてたら。うん、行くか。ちょっとやばいな。さっさとか、また死ななかったし。お前ら何その踏ん張りスキルやめろよマジで。え、俺にもくれよじゃあ踏ん張り。お前らが使うんだったら俺だって使わせてくれたっていいじゃん。なんダメなの。行くか。はい。グラスミキサーもうちょいパワーアップしね。出たー。よし。もうなんでやねん。なんでやねん。こいつ。もうなんか俺の動きを見てからお前の動きを決めるのやめろよ。俺と同時に動けよ。ほんとコンピューターのずるいとこだそれ。
あー、こいつやばいな。草笛から来るぞ、こいつ。ちょっと爆裂食べるか。あんま効かねえな。よし。ちょっと HP やば。どうすんの、これ。これどうすんの？いや、どうしようもできねえな。無理だ。どうしよう。だってこれもうこんな通路長かったらさ、絶対階段なんか見つかんねえよ。え？死ぬのここで。あった。あぶねえ。あぶねえ。すいません。でも HP がピンチなことには変わりないな。新緑発動で殺すしかなくね。よし。ちょっと歩きで回復しよう。どうしても天候は足踏みで回復できなくなるから非常にきつい。よし。いいね。リンゴちょっと欲しいかな。リンゴちょっと欲しいね。よし。あ、グラスミキサーパワーアップした。いいね。え、でもレベル5のまんまだから。なんだろう、5以上は表示されないのかな、パワーアップしても。ちょっとわかんないけど。うん。てか5がま、いや、王冠マークみたいのついたはずなんだよな。なんか、技使い続けると確かに。てか、一つのダンジョンでさ、技一つマックスにできるようだったらさ、他のダン、俺が今までストーリーやってた意味なくなるからな。ちょっと見つかおう。よし。成長か。あ、ちょっと待って、ジャノビ普通に出てくるし。ちょっと待って、二度目の PC が、PC がさ、あれな、スリープモードになっちゃった。ずっとやり続けてたら。ちょ、お前せこいわ。お前せこいわ。ちょ、待って、四分の一弱点だからさ、やめよう。食べられた。ちょっと待って。いやーもうお前ずるいってマジで。で、車湯だけ異常に強いんだよ、このダンジョン。嘘だろ、マジで。待ってくれや。ねえねえ、車湯だけ異常に強いんだけど。どうすんの、俺。俺、どうすればいいの、これ。ちょっと待って、復活の種めっちゃ消費させられるなぁ。まあ、めっちゃあるけど。まあ、結構いっぱいあるけどさ。ちょっと待って、車湯だけ危険すぎるわ、あいつ。草タイプの眠り技は草タイプに効かなくてよくない？なんで効くん？行くか。あいつちょっと害悪だなぁ。やっぱ眠る、やっぱ催眠中はゴミだわ。うん、催眠中はゴミであることが確定しましたね。ちょ、喉が痛くてさ。ちょっとね、なんで俺今日こんなに、ちょっと悪口が多いからっていうとね、若干ちょっと俺風邪気味で、喉の声、声が出づらいんだよね。だから俺さ、喋るたびに俺のストレスが溜まってくわけよ。そう。だからちょっとね、悪口が今日多い。なんか喋りづらい今日。喉が痛くて。すいません。行くか。すいません。ちょっと風邪直してから撮ればよかった。